今日のエンタメニュース一覧はこちら。どれも見逃せない最新情報、どこよりも早く映像でお届け。女優の仲里依紗さんが15日日東イノベーションミュージアムのオープニングイベントに出席。実は仲さん18日が26歳の誕生日ということで、バースデーケーキのサプライズ。お誕生日のご予定は？18は温泉に行きます。また仲さんのお子さんも10月に2歳の誕生日を迎えました。夫で俳優の中尾明慶さんとどちらに似ているかと聞かれると、どっちですかね、私に似ててほしいですけど安心してください、どちらに似てても可愛いお子さんです。落語家の笑福亭鶴瓶さんが15日八巻割烹白だし新プロモーション発表会に出席しました。一部で福山雅治さんと吹石和恵さんの結婚のきっかけを作ったと報道されたことについて、全く違うと完全否定。鶴瓶さんは吹石さんについて、入籍しましたとメールが来た、吹石は料理もできるしめちゃくちゃええ子と大絶賛。鶴瓶さんの太鼓判をもらったお二人、どうかお幸せに。女優の相武咲さんと中越典子さんが15日新ドラマカリカレの試写会に出席しました。相武さんは恋より仕事に燃えるアラサー女子社員役を演じます。昨年末俳優の永井勝さんと結婚した中越さんを皮切りに、今年の芸能界は結婚ラッシュ。相武さんは試写会で、結婚適齢期と言われたら適齢期だけど、そんなに焦ったりしていないとサバサバした恋愛感を語りました。落ち着いてチャンスを待つことが幸せな結婚の秘訣なんですかね。お笑いコンビタンポポが15日酵素水328選プレゼンツタンポポダイエットプログラムイベントに出席しました。約3ヶ月のダイエットでお二人は 15.6 キロ捨て去りまして、すごいね、はい、溜め込んでましたね。マイナス 12.7 キロ減りました。お互い頑張ったね、ありがとうございます。すごい効果。そしてこのイベントにはなんと白鳥さんの彼氏で芸人のチェリー吉武さんもサプライズで登場。愛する彼女についてチェリー吉武さんは、まあ、僕が言うのはすけど、お綺麗、スタイルが良くなったんで、そうね、見る目はもうバッチリですね、うん、痩せて綺麗になったタンポポのお二人、今後の活躍に注目です。韓国出身の7人組ガールズグループ AOA が15日日本でのファーストアルバムエイスオブエンジェルス発売記念イベントを開催しました。イベントではネククイダンスが話題の楽曲オーボーイをタレントの高橋愛さんと共に披露。メンバーのちゃんみさんはサビの部分のネクタイを使ったダンスがポイント、壁ドンとか顎食いが流行ってるって聞きましたが、このネククイも流行りますよねと紹介しました。新たなモテ男の技、ネククイブームの予感。以上今日の芸能ニュースでした。また明日。